赤ゼッケン72加藤大輝愛知山本道場、白ゼッケン94島本雄二広島支部。諸君礼、進礼、礼、構えて、チェやべえ。はい、正面見て判定取ります。判定赤1、2、3、4、引き分け。判定の結果引き分けです。2分間の延長戦に入ります。引き分けます。おめでとう。
やめやめ構えて来い。やめ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 赤一二三四五押し中一赤中一です。やめ正面見て判定取ります。判定引き分け1、2、3、4、5引き分け。判定の結果引き分けです。2分間の再延長戦を行います。再延長あります。構えてシュやめやめやめ構えて来い。続行やめやめやめ構えて タイムです。しばらくお待ちください。はい、赤、一、二、三、四、金的への攻撃。中一赤中一です。続行やめやめやめ続行判定取ります。判定引き分け1、2、3、4、5引き分け。判定の結果引き分けです。規定によりまして体重による判定を行います。両選手体重測定をお願いいたします。両者の間に10キロ以上の体重差が認められた場合には体重の軽い方が勝者となります。なお体重差が10キロに満たない場合には縛り判定となり、縛りの枚数が多い方が勝者となります。なお縛り枚数も同じだった場合には2分間の最終延長戦を行います。両選手の体重を発表いたします。
赤加藤選手、体重 88.0 キロ、白島本選手、体重 90.1 キロ。従いまして両者の間に10キロ以上の体重差が認められませんでしたので、しわりによる判定を行います。しわりの枚数を発表いたします。加藤選手、正拳0枚、側頭5枚、鉛筆0枚、手刀3枚、合計8枚。島本選手、正拳3枚、側頭6枚、鉛筆3枚、手刀4枚、合計16枚。従いましてしわり判定により、白島本選手の勝ちと決定いたします。白正面礼礼。